皆さんこんにちは、恋愛コラムニストの神崎メリーです。男女ともに幸せになる力、メス力の方を提唱しています。じゃーん、こちらに私の本がずらっと並んでおります。現在7冊ほど本を出版させていただいております。概要欄にリンク貼っておくので、気になる方ぜひともチェックしてみてください。はい、今日はですね、男性はなぜ一人の時間を好む生き物なのかっていうことについてお話をしていこうと思います。まずなんでこの男性が孤独な時間、一人の時間が大事っていうお話をしようと思ったかっていうエピソードなんですけれども、私たち女性って大好きな人ができてしまうと、その人と時間とか思いっていうのをたくさんシェアして、共感を積み重ねて愛情を育もうとする習性があるんですよ。で、これって女性同士、女友達とかであれば、時間で特に感情で共感をシェアすることっていうのは、距離感を縮めて親友とか友達になる上ですごく大事なことなんです。で、これこそが人間関係の距離感を縮める方法だと思ってるわけなんですね。で、なので自分に不幸なことがあったり、自分に何かアクシデントが起きた時などは、女友達にその話を聞いてもらって、大変だったね、めっちゃひどくない、え、大丈夫っていう感じで共感してもらって、関係を縮めようとします。でもこれ男性は全く私たちとここのところ考え方が違うんですね。基本的に男性っていうのは、距離感を縮めるっていうことに対して、自分の情報とか自分の感情っていうのを他人とシェアして縮めようとする習性っていうのがあまりありません。じゃあ男性っていうのは何で距離感を縮めるかっていうと、例えば仕事でチームワークを組んで、その中で切磋琢磨し合う、スポーツ、サッカー、社会人サッカーとか社会人野球とかやってる方たくさんいらっしゃると思うんですが、ゴルフとかね、一つの目的に向かって集団でチームワーク組んで一つのゴールに向かうっていうこと、要は経験などを介して心を開いて信頼関係を築き、距離感を縮めていくっていう習性があるわけです。そしてその上に、何か自分に嫌なことがあった、アクシデントが起きたって時に、ここポイントなんですけれども、まず男性っていうのは自分の中で考えて、それで結論を出したがります。自分が弱っている姿、トラブルに見舞われてテンパってる姿っていうのを、あまり他人に見られたくない習性があるわけなんです。なのでこれを分かっておかないと、女性はこう思うわけですよ。いやー、先週さ、こんなことがあって大変だったんだよ。え、事後報告なんで、私だったら一番最初に聞いてほしいのに、私そんなに信頼されてないのかなっていう風に誤解してしまうんですね。自分だったら一番に彼に話すのに、彼が事後報告をしてきた、これは私のこと信頼してないに違いないって勝手に思ってしまうのですが、そうじゃありません。男性はやっぱり自分の中で考えて結論を出したり、ある程度感情を落ち着けたものを他の人にお話ししたいって思うわけなんですよ。で、これ考えるっていう時間をやっぱり取らないといけないっていうことが起きてくるんですね。それが男性は一人時間が大事なんだってことにつながっていくわけです。男性は何かがあった時に一人で考えて結論出すってことは、彼女や奥さんとちょっと距離を置く、構ってあげられない、そういう瞬間が出てくるわけなんですよ。これが分かっていないと、なんか今週 LINE が少ないとか、なんか今週会う時間が少ないとか、一緒に住んでるけどなんか今週ほっとかれてる気がするっていう感じに不満に思ってしまうわけなんです。彼ないし
ね、夫が何かを考えてるような気がする時っていうのは、何かあって何かを考えて自分の中で結論出そうとしてるんだなって感じ取ってあげて、そっとしてあげるのが女性としての優しさです。それを察知してつい聞いちゃうじゃないですか。で、何、私聞くよ、何があったのね、全部話してごらんみたいな感じで、これやってしまうと考えがねまとまらないし、とりあえず一回一人にしてくれみたいな感じのことを言われたりとかして、余計にね傷ついたりギクシャクするだけなので、なんか距離を空けられてるな、でも私に身に覚えないぞって時は、皆さんどんと構えて待っていて大丈夫です。で、実はこうだったんだよねって、実はあんなことがあったんだよねって、最近こんなこと考えててさっていうのを、あなたは受け止めるだけで彼からしたら100点満点のいい女っていうことなんですね。繰り返します。とにかく私たち女性っていうのは、時間、感情をシェアする、共感することが愛情表現、親密の証と思うけれども、男性は自分の時間の中で問題や感情っていうのを落ち着ける習性がある、このギャップがあるっていうことを必ず頭に入れておいてください。そして彼がゲームに没頭しているとか、何か自分の考え、何かをしている、要はあなたのことをほっとく時間っていうのがあるわけです。これは頭の中のデータっていうのを、仕事でね、いろいろ疲れたとか、何かあれ考えなきゃいけないなっていうのを、お家とかに帰った時に何かに没頭することでリセットしてあげてるっていうのも分かっといてあげてください。一緒に住んでしまうと ね付き合ってて週に 1,2 回デートしてる時は、私のことすごい構っててくれたのに、毎日一緒になると彼自分のことばっかりするんです。こういうご相談多いんですけれども、それが本来の彼の姿です。でもあなたの隣で、隣っていうのは家の中で、彼が何かに没頭してるっていうのは、あなたが帰る場所っていうことなので、これは彼にとって愛があるっていうこと、忘れないでください。本日のまとめ、男の一人時間はあなたに対して愛情がなくなったわけではない。どんと構えて彼を自由にしてあげて、一人時間を満喫させてあげましょう。必ず土本命であればあなたの元に帰ってきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。